改めていくぞ。カカロット、貴様俺と戦うよりヒットの野郎と戦う方が嬉しそうだな。ちげえよ、オラヒットに命狙われてんだ。だから仕方なくやってんだ。狙われているだと？ああ、そうさ。どこのどいつだ。カカロットを殺すよう依頼したやつは。依頼人のことは明かせん。と言いつつ、ベジータが依頼したんじゃないだろうね。バカを言え。誰がバカだ。破壊するぞ。申し訳ありません。つい勢いで。ベジータさん、なんとなくわかりませんか。カカロット、さては本気のヒットと戦いたくて自分で依頼しやがったな。バレちまったか。それは本当か。隠してて悪い。オーラが自分で依頼したなんて知ったらおめえがやる気なくすかもしんねえからよ。お前というやつは奥が深すぎて理解できん。それ褒めてんか。おいウィス。はい、ミルス様。つまりお前も一枚噛んでいるんだな。私が悟空さんにどうしてもと頼まれましたので、それをお姉様に伝え、お姉様がヒットさんに依頼を。あまり無謀なことをするんじゃない。ビルス様も悟空さんを鍛えたいとおっしゃっていたではありませんか。お前が鍛えてやれと言ったんだ。